過去、重巡洋艦。過去は、大日本帝国海軍の古高型重巡洋艦2番艦である。1926年、大正15年7月に竣工し、古高に続いて世界に先駆けて20センチメートル砲を採用した巡洋艦となった。1942年、昭和17年8月8日の第一次、ソロモン海戦で活躍した、キロ、気候地に向かう途中に、 米潜水艦の来撃により沈没した。官名は、兵庫県を流れる加古川に由来する。九百二十一年、大正十年三月十九日、五千五百トン型軽巡洋艦として、過去、中、人通、川内の4隻、後の川内型軽巡洋艦の建造が計画された。過去は、佐世保交渉で建造を予定していたが、九百二十二年、 大正11年のワシントン軍縮会議の結果、3月17日に過去の建造が中止された。10月9日、排水量7100トンの新造一等巡洋艦、当時の日本海軍の区分で7000トン以上の巡洋艦一番艦に中止された軽巡の建造秘目を転用できる過去の艦名が当てられ、川崎重工業神戸造船所で建造することが決まった。 二番艦は、計画通り、古高、三番艦以降に一番艦に予定していた、絹笠の艦名が先送りされた。この結果、十順洋艦、一等巡洋艦、高順に山の名前を付けるのが、艦例の日本海軍で、例外的に河川名が付いた艦となった。過去は1922年、大正11年11月17日。 古高より18日早く川崎造船所で帰港した。浸水は古高より約1ヶ月半遅れて1925年、大正14年4月10日。春航は古高より約4ヶ月遅い1926年、大正1年7月20日にずれ込んだ。春航の遅れは、春航直前にクレーン事故で船体を損傷したのが原因とされる。この結果、 過去は11月29日の官邸類別等級表の改定で正式に古高型二番艦となったが計画段階から過去型、過去級の故障が日本海軍内で定着していたため改定後も広く使われていた。古高と過去は、軽巡夕張に続いて平賀譲る造船艦が設計を行い、コンパクトな船体で高い戦闘力を備えた。 夕張りの設計思想を引き継いでいた。建造当初は古高同様、手法に20センチ単装砲6門を備えた。従順青葉と木の傘は古高型の基本設計を踏襲したが、建造当初から手法が20センチ連装砲3基6門に変更された。古高と過去は日本海軍で建造時に単装砲の手法を採用した唯一の従順洋艦となり、 後日の近代化改装で連装法に換装するまで、古高型と青葉型従順洋艦の外観上の大きな際になった詳細は、古型従順洋艦三章。過去は竣工した1926年7月20日、横須賀鎮守布石となった。8月1日に、第5戦隊、古高、川内、慶順由良に編入され、8月5日に、 古高から機関を継承した。過去は太平洋戦争開戦まで日本近海や中国沿岸で訓練や作戦支援に従事し交代で戦隊の機関をたびたび務めた。1927年昭和2年8月24日、過去は島根県の三保の関沖,沖で行われた演習に参加し、両艦が衝突する三保の関事件に遭遇した。 同じ第五戦隊に所属していた、人通、中が大破したが、過去と古高に損傷はなく、過去は沈没した、駆逐艦藩ラビと損傷艦の救援に従事した。その後、戦艦混合及び同艦に栄光される人通を、護衛し、舞鶴へ向かった。12月1日、第五戦隊から人通、中が外れて、青葉と絹傘が編入し、古高型、 青葉型の従順洋艦4隻が初めて同一の船隊を組んだ。大正昭和初期の日本では海軍力を増強するため軍艦に搭載する兵装や機関の改良が急速に進んだ。過去は1931年昭和6年5月15日から9月29日まで横須賀海軍交渉に入居10月1日付で、 クレチンジュフとなり11月10日から1932年、昭和7年5月31日まで、クレ海軍交渉に入居した。ほぼ1年間の改装で、飛行機滑走台をカタパルトに、8cm、単層広角砲4門を 12cm、単層広角砲4門に換装した。ご入居中の4月4日には、駆逐艦工風、谷風の残務処理事務所を管内に設置している。 1934年、昭和9年11月10日から1935年、昭和10年2月25日まで、佐世保海軍交渉、5月20日に、クレ交渉に入居し、整備を行った。日本が、ワシントン海軍軍縮条約の破棄を通告し、1936年、昭和11年12月の条約執行とロンドン、 海軍軍縮会議からの脱退が確実になると、従順洋艦としては、兵装の遅れが目立っていた。古高型は、条約執行を前提とした、大規模な近代化改装工事に着手した。過去は1936年7月から、佐世保交渉で工事に入り、尖閣工事は、大阪鉄工所、日立造船で行った。1937年、 昭和12年12月27日、工事は完了した。手法6門は同数ながら人力球団、装填式の単装砲6基を20.3センチメートルの連装砲3基に換装し、射程、貫通力、速射性能を大幅に向上させた。機関は、重油石炭混焼式2基を廃止して、重油千年間の出力を向上させ、環境上部や、 煙突の形状も変更された。排水量の増加に伴い浮力を向上させるバルジを追加した。魚雷発射装置は連装6機12門から4連装2機8門となり、93式酸素魚雷の使用が可能になった。海装の詳細は、古高型重巡洋艦3章。照。九百四十年、昭和十五年十月十一日、期限二千六百年特別艦,艦式で、 古高と共にグブ艦として参列した。1941年、昭和16年3月1日、第6戦隊に古鷹、加古高、過去、青葉、絹笠の4隻が揃い、9月15日に、後藤存氏少将が戦隊司令官に就任して、太平洋戦争の開戦を迎えた。開戦時、第6戦隊は、第1艦隊に所属していたが、第4艦隊を主体とする。 南洋部隊の支援に当たった。12月8日の海戦とともに、第6戦隊は、グアム島攻略に参加。12月21日から25日にかけて、空母総流、飛流、従順棘、地熊、駆逐艦谷風、浦風とともに、イク島第2次攻略戦に参加するが、この戦いで、第6戦隊が発砲することはなかった。1942年、 昭和17年1月から2月上旬に、ラバウル攻略、3月上旬は、ラエサラモア方面攻略作戦、4月上旬は、ブーゲンウィル島方面及びアドミラルティ攻略作戦、等南方、ソロモン諸島を転戦した。5月上旬、三五回海戦に参加した。第6戦隊と駆逐艦サザナミ、空母小和取りで、ポートモレスビー。 MO 攻略部隊が編成され、後藤少将が指揮官となった。5月7日に、小大鳥が撃沈され、5月8日に、第二小隊の絹笠、古高は、MO 機動部隊に編入された。過去の水上偵察機1機が行方不明になったが、特設水上規模艦上川丸に救助され、後日母艦に戻った。5月11日、米戦水艦に来撃された。 不設艦沖の島の救援に赴くが、沖の島は沈没した。三五回海戦の結果、ポートモレスビー作戦は当面中止となった。第6戦隊は整備のため日本に開港し、過去と青葉は5月22日、クレに入港した。ミッドウェイ海戦後、第4艦隊はポートモレスビーの攻略と、ソロモン諸島航空基地の強化にあたることになり、第6戦隊と、 第十八戦隊、天竜、竜田、第六水雷戦隊、夕張、駆逐艦追い風、夕月、六月、餅月、宇月等が投入された。過去と青葉は6月16日に呉を出港して天竜、竜田と合流し、6月23日にトラック白地に到着した。到着直前、対戦紹介に出撃した水上偵察機一号機。 上院3名が藤木し、海戦以来初の戦死者を出した。6月30日、過去、青葉、天竜、立田はトラックを出撃し、ソロモン諸島方面で行動した。7月10日、青葉とキヌガサが合流した。第6戦隊は7月11日から17日まで、ガダルカナル島の基地設営輸送船団を護衛する、第6水雷戦隊を支援した。 7月14日、第六戦隊は、第八艦隊、司令長官三河軍一中将を旗艦とする、外南洋部隊に編入された。1942年、昭和17年8月7日、米軍が、津波島とガダルカナル島に上陸し、ソロモン諸島での反抗を開始した。ラバウルに向かって行動中だった第六戦隊は急遽、従順町会と天竜、夕張り、 駆逐艦ユんナギと合流した。8月8から9日の夜間をついてガダルカナル島とサボ島の海域に突入、輸送船団を護衛する、米豪連合軍艦隊と交戦し、第一次ソロモン海戦が勃発した。過去は、米中順アストリア、米中順ィンセンス、米中順クインシー、豪中順キャンベラの撃沈に貢献した。過去の砲弾消費は、手砲192発。 高角砲124発、25mm 機銃149発、魚雷10本だった。偵察のため発進させた水上偵察機は未帰還となった。この戦闘で過去に損害はなかったが、第6戦隊4隻でニューギニア島カビ園に帰還中、8月10日早朝に米潜水艦 S-44 に発見された。到着まで数時間ほどの工程で、 戦闘公開3日目のため各艦とも疲労の頂点に達していたという。午前7時、会場は視界4 0トルで平穏。第6戦隊は、第1小隊、青葉、過去と、第2小隊、絹笠、古高の小隊並人、各艦距離8 0 0ルで、速力16ノットを発揮。青葉水上偵察機1が、全路紹介を行っていたが、これ自運動。 対戦警戒運動は実施していなかった。S-44 は約650メートル700ヤードの距離から4本の魚雷を発射した。外に軸運転のため火事の危機器が悪く、回避は難しかった。7時9から10分、1本目が過去の一番砲塔を上に、2本目と3本目は弾薬庫及び艦室の近くに命中した。7時15分、 過去は右弦に傾いて転覆し、沈没した。沈没地点。上院の、巡視艦以上54名、下士官兵660名、容認4名のうち、巡視艦以上6名、下士官兵61名、容認1名の、計68名が戦死した。青葉、古高、絹笠は爆雷を投射した後、総裁艇を残して、カビエンへ引退した。 艦長の高橋雄治大佐ら生存者650名は、総裁艇に分譲し、一旦、新振島へ上陸した。8月11日、渦木と大発同艇3隻に分譲して、カビエンへ向かい、第6戦隊の各艦に収容された後、特務館色でラバウルへ向かった。9月15日、過去は、軍艦席より除席。古高は10月12日にサボ島沖海戦で、 キヌガサは11月14日に第3次ソロモン海戦で沈没し、アオバが5で大破した状態で終戦を迎えた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。